いやー、お客さんの目は本物やと思ったんですよ。今後ともご贔屓にお願いします。きっと騙されている私を。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年4月25日土曜日の午後4時34分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々やん。あ、やっぱちゃんと来るんやね。でも、混すぎじゃない?飛び回りの時に比べて。え、そんなもんかな?遊びに来られたお客様にアイラトーンの魅力がしっかり伝わるといいですね。そして、近頃この辺りの島に出所不明の美術品を売りさばく怪しい人物が出没しているとのことです。え?不審者情報。危ない目に遭った方はいないそうですが、皆さんもお気をつけくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。常吉のことよね、きっと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。あ、これね、周りバラの種、バラの花の種巻いた、まだ咲いてないけど。はい、27,608ベル。え、ってことは常吉おるんかな、どっかに。近頃この辺りでって言ったよね、なんか。たぬきマイレージプログラム。あ、これね、動画外で買い物したんやけど、これ何やったっけな。あ、あれや。ね、こっちが、あ、そうそう、ソーラーパネルをもう一個買って、こっち電動キックボードを買ったんよ。雪やろ。やっぱりこれ一個じゃなくて二個の方が、それっぽく見えるかなーってことで、よし、ソーラーパネルをね。よいしょー。置いといて、どれぐらいの間隔で置くものこれ。まあ、こんな感じでいっか。電動キックボードどうしよっかな。ヤッホー、ツンドラさん。あら、ごきげんようなのだわ。話に来たよ。今日のアイラトーも素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、なのだわ。カッパ着とったら、頭は濡れて大丈夫なんかな。ヤッホー、ツネキチおった。いや、元気かい、まさしく。世間話でも。空の色も表情を変えて、だんだんムードが出てきたね、まさしく。ほら、めっちゃ普通におるんやけど。超普通におるんやけど。ちゃんと傘差すんやね。あ、こちらの島のお人ですやろか。こりゃどうもどうも。お初にお目にかかります。アイラさんとおっしゃる。いやー、ええお名前ですね。私はツネキチっちゅうケチなアキーノですわ。自分でケチって言った。おや、何かお困りごとでも。なんですって?美術品を探しておられる。いやー、これはなんとも運命的ですわ。と言いますのも、実は本日、たまたま、偶然、落ち着いた名画をお持ちしてるんですよ。いやいや、ほんまに運がよろしいですわ。今ならたった、え ?49 万8000ベル、高っ。え、高っ。え高っ。そないに言われましても、なんせ大変に貴重な品ですから。高すぎやろ、びっくりなんやけど。とはいえ、せっかくのご縁ですし、ここでお客さんを突き放さるなんて、商売人としてのプライドが許しまへん。よっしゃ、こちらの落ち着いた名画、今回だけは4980ベルでお譲りしましょう。そういう感じ?買った。毎度あり。じゃ、お題をいただきまーす。てか今回は買う前に見れないの?見れない。自分で精査することができないってこと?いやー、お客さんの目は本物やと思ったんですよ。今後ともご贔屓にお願いします。きっと騙されている私を。よ、どっか出かける途中だってね。お話ししよう。せっかくこんな島に来たんだし、普通使わないような食材で料理を作ってみたいね、だってね。せっかくこんな島に来たって言っても、もうね、だいぶ住んでるけど。あ、そうそう、私こっちを見ようとしたんや。あ、これか。エンジョイガーデニング。これは二つ目?一つ目か。肩書き、温室育ちの花、タヌキマイル300マイルゲット。いろんなところに花の種や球根を植えて、島をもっと華やかにしたいだらも。じゃんじゃん植えてくれた人にはお返しにマイルをあげるだらも。ということらしい。以上かな?いやね。じゃあこの美術品を、ふうたくんに渡せばいいということか?どうも。むぐご。は。
すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？美術品見つけたよ。ほう、そうですか。どんな美術品を見せてくださるんですか？ワクワク。落ち着いた名画とかいうやつ。落ち着いた名画ってなんだ、現実では。ほほう、これは落ち着いた名画ですね。いやはや、なんと言いますか。これほどまでに落ち着いた名画だったとは。え何それ。感想が。あ、でもじゃあこれは本物ってことか。この落ち着いた名画があれば、美術品に専用の展示室を創設できるんですが、いかがでしょう。この美術品、私に預からせていただけませんか。いいよ、いいよ。ほ、よろしいんですか？では、お言葉に参りさせていただきます。これで、博物館の増設を申請することができます。ああ、こうなったら大急ぎで工事に入る準備をしなくては。アイナさん、どうもありがとうございました。どこに増えるんかな？やっぱあの上かな？そして、キャンプサイトに。びっくりした、なんかと思った。キャンプサイトに新しく来ているという、旅人のところにもちょっとね、顔を出しておこう。可愛い子やったらどうしよう。ライオネル出て行ってくれんかな。なんかさ、もう10人おったら呼ぶことはできんのかな。ヤッホーシャンティー。あら、ご機嫌いかが？当たってば。おしゃべりしよう。今日という日をちょっと刺激的にするために、ご褒美スイーツ、コーヒーゼリーがお家で私を待ってるの、だってば。コーヒーゼリー、おしゃれやけど、私は好きじゃないんだ。コーヒーだから。あ、誰やっけ？小雪ちゃんか。ほら、あ、はじめまして。この島でキャンプさせてもらってる小雪です。気まぐれにこの間とを選んだんだけど、大当たりって感じ。とってもいいところだね。この島に住んでる子が羨ましいな。よかったら短い間だけど、仲良くしてよ、デヒョ。小雪ちゃんどこでそんなに見かけたことあったんやっけ？ポケモリ？ねえ、よかったら今からあたいとゲームしない？あんたが勝ったらあたいの釣りジャケットをプレゼントするからさ。どう？デヒョ。めっちゃ迫ってくるやん。うん、いいよいいよ、するする。いいね、やるやろ。あ、ルールの説明いる？デヒョ。お願いしまーす。それじゃあ説明するね。あたいが持ってる4枚のカードには、このゲームしかないんかな。ね、前やったのと一緒やんね。色を当てる。オッケーオッケー。釣りジャケットどんな感じかな。あ、てかあの、お腹のとこで結んどるこの服かわいい。はい、引いたよ。さーて、このカードの色は赤と黒、どっちでしょうか。赤。じゃ、答えを発表するよ。クローバーじゃない、スペードでした。黒いから残念、外れだよ。えへ、そういうわけだから、今回のプレゼントはお預けだよ。リベンジ一戦待ってるから、また遊んでね、デヒョ。リベンジは景品変わるの？変わらないの？同じ食べ物でも、キャンプ先だとすっごく美味しく感じる現象って何なんだろうね。食欲を収まんなくてやばいけど、いつもよりたくさん動いてるはずだから、プラマイゼロだよね、デヒョ。あれか、キャンプの代表、カレー。これはやっぱり同じゲーム。漫画カセット私持ってるんだよね。持ってるんだよね。じゃ、また違うもの。一人キャンプって気軽でいいわ。好きな時に好きなことできるもん。でもみんなでワイワイやるのもいいよね。キャンプ道具持ち寄ってバーベキューパーティー。お腹空いてきちゃったってひょ。絶対一人キャンプとか無理なんやけど。あたい、この島の雰囲気が好きだから、たくさん写真撮るつもりなの。で、手作りアルバムにまとめてるんだ。小雪フォトコレクション、アイナ島を添えてってタイトルにする予定だよってひょ。アイナ島は添えられる方なんやね。はい、次は何？ジョッキーの服。ふんふん、じゃあする。ルール説明いいや。一緒やろ、多分。はいはい。やっぱり多分このゲームしかないんやな。じゃ、次こそ赤。赤。はい。やったーハートだよ。赤いから大正解。約束した通り、あたいのジョッキーの服をプレゼントだよ。どんなんやろ、ジョッキーの服って。はーん、次は負けないんだから、そのジョッキーの服はあたいだと思って大切にしてよ、ってひょ。結局、物をもらうまで、粘るやつ。
あ、上下セットなんや。なるほどね。バイバイ、小雪ちゃん。そしてやっぱり勧誘する感じの会話にならんかったけん、あれやんね。10人おったら呼ぶことはできんってことや。一応キャンプサイトには来るけどって感じ。で、今私ね、こないだ、ケイトさんにもらった仕立て屋クーポンが2枚あるけん、ちょっと、それで服を買っておこうかなと。まあ、そういうのはね、じゃんじゃん使っていかんと。やっほー。あら、皆さんいらっしゃい。いつもうちのお店をひいきにしてくれて、ほんまに大きいね。お姉ちゃんたらすっかりアイナさんと打ち解けてしもたね。というかこの頃は今日もアイナさん来はるかしら。なんて開店前から気にしてるぐらいやもんね。キヌちゃん。ああ、別にええやないの。ごめんね、毎日来てるわけじゃないから。試着室を使いたいのね。どうぞ。あら、お客さん、仕立て屋クーポン持ってはるんですね。3000ベル以内に商品なら1枚につき1点無料で引き換えられますよ。ぜひ使ってくださいね。了解です。6000ベルまではいける。ケミカルデニムジャケット。あ、かわいい。かわいい。待って、なんかこのデフォで履いとるこの短パンとすげえ合うんだけど。こっちは爽やかになるし、こっちはなんか大人っぽい感じ。私はこっちの方が好きなんだけど。でもこれ、名探偵の服。あ、かわいい。普通におしゃれなコートみたいじゃない？ああ、このベージュか、グレー。めっちゃ可愛い。やばいな。大人っぽくないこれ。ちょうど私、このファーのバッグ持っとるしさ、いい感じに似合うと思うよね。じゃあ、これで、お願いします。買っちゃいます。じゃあ、このまま着てく。可愛い。めっちゃ私が好きな感じ。名探偵の服っぽくなくないなんか。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。良きだわ。で、これで、ちょっとこの、派手なソックスを脱ぐ。で、こんな感じ。ふぅ、良き。こういう感じの格好がしたいなと思いつつ、全然できてないけどね、現実の私。現実の私はね、ヒョウ柄とかそんな感じやけんね。なかなかなんだなぁ。びっくりした。何が浮いとんかと思った。あれ？傘も刺すんや。さっきまでさ、ん？あれはツンドラさんか。同じ狼でも違うんやね。チャオ、元気？あは。世間話でも。今ね、モデルウォーキングの練習がてら、島の散歩中なんだ。あは。そうなんや。ちょっと私も教えていただきたいわ、モデルウォーキング。何かぶっとんかと思った。タイヤやし。あら、ご機嫌いかがですかよ。おしゃべりして。アイナさんは今日はどんな風にお過ごしですか？私は秘密ですよ。あれかな、一日に一個までしか常吉からは買えんってことかな。私、これでも一応自分の船を持ってるんですわ。いずれアイナさんもご招待させてもらいたいですね。船？超かっこいいやん。ってことは今回は、テントじゃなくて船で売りに来るってことかな。雨も滴るいい女ってね、だってね。お話ししよう。目の届くところに花や木があると、やっぱちょっとだけホッとするんだよな。アースデーをきっかけにして植物を好きなやつが増えてくれたら、うちは嬉しいよ、だってね。うんうん。なんかね、ハンナちゃんとライオネル結構一緒におるんよね。それでなんか二人で話しよるとこよく見かける。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分今日はめっちゃ雨が降りよるけん、水やりはせんで大丈夫やし。え、これ別にあれよね。植えてすぐとかでも、みんな他の子たちが水やりに来てくれるよね。って、もうサボる気満々なんやけど。何日くらいで咲くかな。